隣の水槽とレイアウトをつなげる構想でコリドラ水槽立ち上げ、レイアウトの配置はほぼ決まりました。ご紹介遅れました。管理人のサボリと申します。今日はね、レイアウトの仕上げ、この流木それぞれね、分かれてるんですよ。まず最初にバラバラの流木を一つに、接着面確認して、角度に注意して、これでこの角度で、この角度を維持したいんで固定させます。接続させます。躍動感ある感じでやります。最初にね、仮固定、接着面に ちなみにね固まってくると色が透明になるんで、これで大丈夫かな。ただこれだけでは不安です。おすすめできません。一旦取り出してから、上部フィルター少しずらしてから、これで ここにかけますか。ドリルで穴を開けました。これはね、この要領で、以前加工したネジで、錆に強いステンレスネジ使います。自分の場合は工具より手締め慎重にね、できるんで。これでずれることはね、多分ない。もう一本打った方があれかな、安心です。よいしょ。これで乱暴に扱ってもずれません。はい。そしてね、ここだけ処理しますか。そしてここの仮止めしたところ剥がしてもいいし、意外にね、剥がれちゃうんですよ、これ。グルーガン。おっ、そこまでね、気にしなくていいと思う。レイアウトでね、隠せるんで。ほら。ね、グルーガンはおすすめしません。これを戻す前に設置するの忘れていたヒーター、ここに、ここら辺はちょっと保留で、所定の位置に若干石がぐらつくけど
座りがいい。ここはね、固定しません。メンテナンスできるように脱着可能システムです。この流木のつなぎ目は植物か何かで隠せばほぼ分かんないと思います。角度、こうですね。はい。そしてこっちエリア、流木はとりあえずここなんですけど、一旦ここのガレ場、ただね、石をね置いてるだけなんで崩壊します。ここは接着配線処理して一段一段シリコンで、場所的にね、多分ほとんど目立たないと思います。よし、噛んだ。後ろ微妙に隙間空いてるんで、おそらくね、こんな明るくない、これぐらいかな。積み上げていくと、たっぷり。うん、わからんわからん。おそらくね、ほとんど見えないとこ、そこにもこだわります。というか崩れない対策、補強しながら気にしちゃいかん。よしと、ここはちょっと保留で、隙間に後で隙間埋めなきゃいけない。で、ここのスペースはキラキラ成分、こっちの水槽と同じようにライティングで、キラキラの石で、露材はいらない。奥にはエアーストーン、あ、これじゃないやつでレイアウト変わったんで、これ入れなくなりました。違うやつで対応します。また次回。ここら辺はもうちょっと細かいやつあしらって、よりキラキラ成分、もちろん緑、赤、黄色、フラッシュ、ちょ、お魚、これ無理だ、お魚ダメ、ちょ、何がいいんだ、じわーってやつ、これが水の中に入ったらどうなるのか。こっちのレイアウトよりよりやりすぎたかもしれません。水入れたらどうなるのか。やりすぎだと思ったら
ちょっと隠せばね、なんとかなります。はい、いいかもしれない。これぐらいの方がいいかもしれない。うん、水草トントントンタッタッタ、隠れ家にトントントン。以上、レイアウトをつなげる構想でコリドラ水槽流木レイアウト、流木の固定でした。ありがとうございました。これでね、また水草設置したら、今回も水草たくさん買いました。ガラッと雰囲気良くなると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。